アルボ・ペルトは、エストニア生まれの作曲家。しばしばミニマリズムの学派に属する一人とされる。イェルバ県パエで出身。ペルトの音楽教育は7歳より開始され、14、5歳の頃にはすでに作曲をしていた。タリン音楽院で作曲の勉強をしている彼について、同級生は、全く多作で、袖を振るだけで、ノートが落ちてくるようだったと発言している。 ソビエト連邦外部からの音楽的影響は皆無に等しく入手可能なものといえば、せいぜい非合法のテープとスコア程度だった。ペルトの生まれた頃、エストニアは独立共和国として黎明期であったにもかかわらず、独ソ不可侵条約のため、1940年にはソビエト連邦の勢力下に置かれてしまう。その後、エストニアはナチスドイツの支配下になった一時期を除けば、 54年間、ソビート連邦の一部のままにあった。1957年に、タリン音楽院に進んで作曲を勉強するだけでなく、1968年まで、エストニア放送のレコーディングエンジニアの仕事をした。1961年オラトリオ、世界の歩みにより、モスクワで開催された全ソ連青少年、作曲コンクールで優勝を果たした。 1979年に家族と共に国を出て、オーストリアのウィーンに移住、市民権を獲得。1982年には、ベルリンを拠点に活躍した。ペルトの作品は、一般的に二つの年代に分けられる。初期の作品群は、ドミートリー・ショスタコービチや、セルゲイ・プロコフィエフ、ベラ・バルトークの影響下にある厳格な新古典主義の様式から、アルノルト・シェーンベルクの十二音源、 しかしそれはそ、ペルトの電気作家、ポール・ヒーリアーは次のように書いている。意思表示する方法はあまたあるけれど、その中で作曲という行為が最も無能で、役に立たないという究極的絶望に彼はたどり着いた。音楽に対する信頼も、音符一つ書く力さえも失ったようだった。この時期には、過渡的作品である、公共曲第3番が作曲されているからである。 この袋工事を抜け出す術として、彼は西洋音楽の根源への実質上の回帰を見出し古学に没頭した。単線聖歌やグレゴリオ聖歌、ルネサンス期における多声音楽の出現などを研究すると同時に宗教の探求や正教会への入信をもいった。この時期以降に出現する音楽は、以前のそれとは根本的に相違するものであった。 ペルトはそれをティンティナブリの様式と呼んでいる。この音楽を特徴づける性質として、簡素な過性がある。非装飾音符や三和音がしばしば用いられ、それらは、西洋音楽の根底をなすものである。この様式は、ティンティナブリという名前のゆえんである、鈴のなる様を彷彿させる。ティンティナブリは、やはり単純なリズムを持ち、テンポは常に一定を保つ。 古学の影響は明瞭である。同時期の作品におけるもう一つの特徴として、宗教的なテクストが作品中でしばしば用いられるものの、そのほとんどの場合において、彼の母国語であるエストニア語の代わりに、ラテン語またはスラブ系の聖教会の方針例に使われる教会スラブ語が用いられていることが挙げられる。ペルトはこのティンティナブリ以降の諸作品によって最もよく知られ、 絶大な人気を博している。数々の賞を受賞しており、日本においては2014年に高松宮殿下記念世界文化賞受賞のために来日した。アルボペルト、ありがとうございます。